藤平光一藤平光一は、東京生まれ栃木県出身の日本の武道家、新進統一合議道の創始者、1969年合議道10段、現一般社団、法人新進統一合議道会,会会長の藤平新一は息子、幼少の頃は、体が弱く、父親から柔道を教わった、慶応義塾大学に入学後、六幕炎を発症し、 山岡鉄州の皇帝国倉鉄獣などから、前夜、呼吸法を学び修行した結果、六幕縁が完治した。19歳の時に、合気道の海祖、上柴森平に入門する。慶応義塾大学経済学部卒業後、陸軍に入隊。中国へ派遣された時の体験が、木の原理に大きく影響を与えた。帰国後、中村天風に指示し、心身統一道を学ぶ。 その後、ハワイをはじめ、アメリカ各地で愛機道を指導した。1969年、上柴森平が亡くなる3ヶ月前に、公式に最高段位である銃弾を許される。藤平は、愛機道で存命中に銃弾くらいを許された唯一の人物である。当初は、愛機会の市販部長を務めていたが、二大同士、上柴騎士丸の指示で、ハワイ、アメリカ本土の道場から、 藤平の写真が取り外されるという事件が起こった。これを機に、愛機会から独立。1971年、木の研究会を創設。1974年に、新進統一合議道会を立ち上げた。1977年に、厚生省から国民の健康に寄与することを目的とした、財団法人を認可され、財団法人機の研究会となる。 1990年に木の里を設立。企業向け、個人向けに木の講習を行う。2011年5月19日、肺炎のため死去。91歳をつ。藤平孝一は木や天地の利を重んじ、心と体を一つにする、心身統一が重要であるとしている。多くの問題はそれを行う人がうまく、気を使いこなしていないことや、 心と体が不統一状態であることによって、もたらされていると考えている。心身統一合技道はその概念を体現化しているものに過ぎず、あらゆるものに応用できるとして、スポーツ各界や企業研修、健康に対して、気の概念からアプローチしている、プロ野球界に大きな影響を与えた。藤平孝一に影響を受けた有名人として、大貞春や長島茂雄。 榎本喜八、広岡達郎王等が挙げられる。新進統一堂は中村天風が説いた理論を元にしている。藤平光一が中国から帰国後、上芝森平らと相木道の修行をしている時、上芝が技を行うと円滑に行くが、弟子同士で行うと、そのようにならず力で頑張り合っていることに気づいた。その時に出会ったのが中村天風である。 中村は心が体を動かすととき、そのことから相手の気を導いてから体を導くということを見出した。また、相手の心を導く前に、自らの心をコントロールできていなければ、他者の心は導くことができないと考え、心身統一道を土台とした心身統一合儀像を作り出した。成果の一点に心を沈め統一する全身の力を完全に抜く。 体のすべての部分の重みを、その最下部に置く気を出すなどハットコイチとヘイ、先生パセズアットエイジ91アイキド、ジャーナルオンライン不法、藤平光一さん91歳イコール、新進統一合議同窓種毎日、JP、ハット AB 広岡、達郎。私の履歴書、日本経済新聞。ありがとうございます。